はい、2月号の9課題になります。しっかり起筆を止まって、収筆もしっかり止まります。楷書の基本ですね。打ち込みをしっかり書いて、払い、左払い、右払いを冴えた線にですね。打ち込みをしっかり打ち込んでください。しっかり起筆止まる、収筆止まるですね。これのまあ楷書の場合、同じリズムの繰り返しになるので、そんなにこのリズムと書き方を覚えると難しいものではないと思います。収筆の止まり方のテクニックですね。そして起筆のしっかりした打ち込み、そして最後の立ち上がっての返しとかですね、こういうのを学んでもらったらいいと思います。無っていう字は教育書写体とは筆順が違うんですが、真ん中で最後の3本目を一番長くします。立てる立てる立てる、そして引っ張り込みます。で天の打ち方ですね、少し打ち込んで、少し太く、しっかり縦がなんで太くですね、短くですね、これを長く細くします。そして太く細くしっかりとで、うまくこの間に入れてですね、しっかりガッと打ち込んでから縦がまっすぐ描きます。そして立ち上げてから、立ち上げて穂先をパタンと入れ替えて書くと綺麗に跳ねれます。やってみてください。